マジ一緒じゃん王。ジャン王。ジャン王。ジャン王。さあ来ました。はい。はい。マジ一緒じゃんとは。マジ一緒じゃん王。世の中にいろんなね食べ物あると思うんですけど。はい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 。もう高級品がありますわな。自分たちが普段食うようなものに対してやっぱもう何倍の値段もするような高級品。あるあるあります。それでも、うん、味一緒なやつあるんじゃないかなと。高かろうが安かろうが。だからこれに関しては、うん、一緒だろって。うん、安かろうが高かろうがそんな変わんねえよ。なるほどね。高いのはちゃんと素材とかね。なんだろうけど。なんだろうけど。分からんて一緒じゃんって、まあ、そういうレベルの俺たちが思っちゃうようなであろうというものをちょっと予想して普通のものとそれの高級品を食べ比べて一番味一緒じゃんってなった人が勝ちです。勝ちだこれ。俺が味一緒じゃん。うん、それは僕がレベルの下だったら分かんないよねって意味よね。そういうことです。下が超えてる人だったらそれはもう勝ちじゃないのよ。一緒だった時、うん、もう怖いよ。いや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 、そうよ、怖い。それを動画にして世に出すことも怖い。怖いよ。ただやっぱその、うん、味一緒じゃんってなる可能性あるんで、うん、それやっぱ忌憚なき意見言ってほしいんで、ブランドは伏せましょう。あ、そうね。ああ、味が違うってなった時に赤そう。わかりました。圧倒的に圧倒的に圧倒的に高い方がうまいってなった時はもうそれは、うん、お見事、ブランド公開、うん、公開しようというわけなんでね、うん、皆さんブランド特定はやめてください。僕らの赤そう、うん、あれかなとか書かない。その通り。というわけなんで、やるぞ！来た！はい、私から発表したいと思います、うんうん、私が今回、うん、変わんねえんじゃねえかというのは、うん、こちらですね。まず安い方から出しますけど、うん、はい、はい、こちら、おー、かつお節。かつお節、はい、え、はい、変わるでしょ。かつお節、ね、かつお節はパックよ。パックだ、ね、パックのかつお節。かつお節ってさ、あの、だしとか取るときはさ、それはいいかつお節、全然違うけど、すごいのありますよね。こんなパックってさ、うん、上に振るものでしょ。いや、だし取ってもいいんじゃないの。取ってもいいけど、パックで一個一個さ、ちっこくやってさ、やることなんかないの。まあ、わかんない可能性がある。かつお節味なんですよ、結局。なるほどね。高い方がこちら。全然違えじゃん。全然違えよ。いや、これはよく見てください、ね、かつお節って、はい、節をこう削ったその大きさはもう毎回違うわけじゃないですか、はいはい、だからこれはもう切り方の違いしかない。色も全然違えじゃん。いやいや、もう鮮やかさ、絶対うまそうだけど、これ100人が100人こっちが高いじゃん。いやいやいや、どっちの方が味濃そうですかってことで、茶色いこっちの方が味濃い。味はどうなのかな。まあまあまあ、まあ、味一緒じゃん王なんですね。そうそうそう、味ですね。結局見た目一緒じゃんじゃないって、ね、見た目に気使ってんじゃないって。あ、こっち1倍ぐらいの値段って、なんか高く見えるけど踊る感じを出すために長めく切るみたいな、はいはいはい、結局味は同じじゃないっていう。そうそうそう。じゃあ食いますか。食いましょう。触った感じも絶対違う。うわやばい。舌触りは違うかな。柔らか、美しい、綺麗、なんか綺麗、ピンクいね、はい、食べてみます。安い方から。安い方から30円台ね、うん、いただきます。うん、うん、あー、うん、あと美味しい。美味しいですね、うん、知ってる味。うん、美味しい美味しい。うん、うまいよ。香りが、うん、分かった。本当に。で、次高い方。90円台。味一緒じゃん、はい、出るか。3倍。3倍。うん？あ、あれ？あれ？薄。味薄。うん？なんか。うん。あら。うん？上品がある。上品なのか。なるほど。これでもかけても変わんなくない？あれ待って。こっちの方がうまくない？ちょっと待って。うん？なんかさ。なんかさ。うん？マジか。あれ？なんか。うまいわ。こっちの方が濃いよね。こっちの方がうまいかも。うまいわ。かつお節の味する。こっちの方が味が濃いね。細かいから切断面が多くて味が出やすい、うん、あと血合いとかも入ってんのかな。ああ、そっか。逆に混ざってるから味が濃い。めっちゃ上品。口どけがいいっていうか上品だけど、うん、味で言ったら全然こっちの方が満足感はあるかな、うん、そうだね、うん、知ってる味だし、うん、味一緒じゃんポイント、うん、じゃあ5段階で皆さん。これ難しいね。どういうこと。これどうどういうことってなって。味が一緒であればあるほど5です。一緒であればあるほど。あ、じゃあ一緒じゃないんじゃない。一緒じゃないかな。じゃあ、うん、同じじゃないんだけど安い方がうまいか。確かにね。それは今回の
あれじゃない。そっか。それは安い方がうまいジャンボ。安い方がうまいジャンボ。ごっちゃにしない。ごっちゃにしない。同じではないっていうのに評価をします。あー、なるほど。同じさ。評価する。なるほどね。オッケーオッケー。じゃあ、せーので。じゃあ、加藤さん以外でね。せーの。そんなもんよね。3か2ぐらい。まあ3かこれ。11ポイント。11ポイント。おめでとうございます。いやでもいいラインかも。そうですね。いや違うは違う。違う。でやっぱ本当上品になっちゃう。いやそうですね。そう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 。確かに雑味がどっちも美味しいし、こっちもなんかすげえ美味しいけど、同じ量食べ比べたらなんか。そうね。えこれはこの場合はブランドはせずだ。よりせずだ。ありがとうございます。よりせずだ。美味しかったです。美味しい。用途が違う感じがしたな。そうです。それはそう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 。それはそうもん。まあまあまあ、でもこっちはね、我々庶民にとっては意外とそういうこと、そういうこと、そういうことなんです。はい、では私が言わせて、今のちょっと鰹節に近いんですけども、海苔。おぉ、乾物。海苔は違う、海苔は違う、海苔は絶対違うよ。いやこれはね、これも違うかなとは思ったんだけど、考えてみると、お寿司屋さんとか行ってさ、出てくる海苔って全部一緒なんですよ。そんなことないですよ。使ってる海苔ってそのお寿司屋さんは絶対1個の海苔を使ってるでしょ。だからもしかしたら比べたら、あれなんだっけこれ。いやそれはもうそれだけはってなる可能性もあるんじゃないかなと思う。海苔か。こっちがランクがあるからね。まず一般的なおのりでございます。おのり、こういうのりだ。のりですね。そしていい店で買ってきました。はい。いい店で買ってきたのりこちら。おら、なんかなんか。いやまあちゃんとちゃんとしてるよ。どっちも聞く節方が全然。まあどっちもあるな。値段差はどれぐらい？値段差はまあ大体多分3倍ぐらい。え？いやこれ絶対違うと思うわ。マジで。じゃあこれ食べます？食べようか。安い方から。安い方からいこうよ。じゃあもらおう。これやっぱもうすかしてくださいね。え、すかし違いますね。皆さん手のひらを太陽にすかしてみれば。ああ、まあでも綺麗。こんな感じでしょ。これはこれでもう全然綺麗です。いただきましょう。いただきます。香りも。あ、うまい。海苔じゃん。うめえじゃん。うめえ。ほら全然うまいよ。全然うまい。うまいっす。全然うまい。うまい。普通なのよ。なんなら俺これ100円ショップで買ったからね。うまい。めっちゃうまいよ。めっちゃうまいよね。うまいな。じゃあ高い方いく？これもうやっちゃったんじゃない？かつお節に続いてやっちゃった。ほら、なんかまばらだね。見て見て見て。全然やっぱ透けないでしょ。厚みがさ。いやでも同じじゃない？でも今ので相当うまいからね。いやまあね。味違ってくれ。こちら高級店の海苔でございます。いただきます。あれ違う。全然違う。うまっ。全然違うな。全然違えじゃねえかよ。全然違う。謝れ。全然違う。失礼なこいつ。スピードが全然違う。なんか風味とふわーってくる。口どけめちゃめちゃパリパリ。厚みもこっちの方が厚いよね。色ついてるね、味に。うまっ。うまっ。最初の味はね、すげえ豊かさが、うま、後から追いかけてくるわ。違うんだ。すげえうまい。全然違うわ。すげえ。なんか、こ安い方でもうまいんですよ。うまいうまいうまい。全然うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。すげえ。風味全然違うわ。違うね。違うわ。全く違うな。両方うまいけど違うな。明確。もう一枚食いた。もうただ食べたくて食べてる。これは全然噛み切ろうとした時にこうミチってならない。パツってね。パリッなるから。ほんとそうだね。ジューシー。香りがもうふわっとね広がるな。おいしい。なんかね、綺麗だね。磯臭さみたいなないんだよな。なんかいい、いい香りはね。そう、お上品。じゃあ全然違う。全然違いましたね。6点入れましょう。はい、せーの。あ、違ったわ。4違うでした。いや、4同じじゃない。4同じじゃない。難しすぎ。否定がさ難しすぎる。評価基準がむずいな。
じゃあこれはブランド公開しても明確にしましょう。いいですね、これは全く違った。めちゃうまいです。高級店の海苔こちらでございます。はい、山本海苔さんの、こちら最高級梅の花ということで、うちの娘にあげてみたら、うん、普段とリアクションが全く違いました。そんなそうだ、海苔好きもう試してた。もう娘にあげてみたらもう、うん、これはうまいみたいな。マウスも渡ってみたいになってる。海苔ってこんな美味しいの。したね、そうだよ、ね。買ってきて早くみたいな感じ。さあこれがいいと。これがいいって。この下になっちゃったらもう香りが違うとかいたします。これは明らか違うね。いや、まあ、美味しい。最高。ありがとうございます。次僕と思うんですけど、僕は、はい、アーモンド。アーモンド。アーモンドさ、多分みんな食ってるの安物だと思う。ミックスナッツみたいな。そう、まあ、確かに。てか値段か気にしたことないですよ。まあまあないかも。いいアーモンド。高いアーモンド。買ってみようとかないかな。ただ明確に差があって、はい、なんと安いものと高いものの差が5倍。そうなんだ。高いね。まず安い方、はい、これはみんな食ってる。ああ、もう、うん、ね、アーモンドだね。100g 280円なんですけど、高い方、うん、こちら。見た目見た目全く同じ。 100g 1480円です。5倍以上違う。でも見た目わかんないね。ちょっと濃い色が、まあ、ちょっと色がローストアーモンドでしょ。要はあとなんかデコボコがさ、デコボコが少ない不揃いな。色はそうか、入り方もローストでもう値段変わってるとかあるよね。技術量とかその辺が違うんじゃないかな。同じでしょ。ねえ、同じだと思うんですよ僕は。じゃあ安い方。はい、はい、あ、いい香りする。あ、美味しい。あ、うまい。うまい。うまいね。めっちゃうまいじゃん。こんなイメージですわ。香ばしいね。酒も見て。うん。あーね。俺だけ食ったことないから。うん。酒とともにじゃん、なんか。あー、変な感じ。変な感じしてめっちゃ美味しい。で、5倍。いや、5倍ね。あー、5倍。ピークの上があるのか。これ。さすがに。行ってみましょう。え、なんか、あれ自覚でなんかスベスベマージャンパイみたいな。本当だ、マージャンパイみたいな。スベスベヤスリがけされるみたいな。気持ちいい。竹とかプラスチックとかさ。あ、でも香りはそんなに香り弱い。いただきます。はい。ん、硬い。おお、うわうわ、違う。全然ちげえじゃねえかおめえ。すいません、やろ。全然違う。これもなんかさ、別種類が違うじゃない。違う、別のものみたい。香りがすごっ。うわ、すごっ。シュートとかのが近いかも、ね、風味が全然違う。風味がね、あれ全然違う。なにこれ、めちゃめちゃ風味が。カシューナッツとかも近くない、下手したら。甘い、後で。違う。違うでした。あー、すげえ薄く感じるんですね。うん、そうそう、それはそれで美味しいけどね。うん、なんか本当に、ね、別物だね。こっちは糖度とか全然高いんじゃない。全然違う。せーの、はい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 、うん、あ、3、2、つまり7、7、同じじゃ、7同じじゃないです。獲得しました。気持ち悪い。気持ち悪いな。7同じじゃないってどういう意味ですか。これ結構いい、結構いいな、イエーイなの。結構いい、今んとこいいよ。いいですか、結構いいの。いや、違ったと。違いますね。いや、これは美味しかったね。はい、じゃあ紹介していいですか。あ、ブランド公開。こちらが、はい、なんかおしゃれだね。ですね、これですね。わぁ、ファーイーストバザールさん。ファーイーストリサーチ社。え、あ、まあ、国民リサーチ、国民リサーチ。おってね、楽しいのが社長やってる。バザールの方の社長なの。瓶入りの、これはうまいだろ。高そう。高級なバールとかでこれ出てきたらめっちゃかっこいい。嬉しい。確かに。これは嬉しい。わー、いいな。めっちゃいいな。こういうのがなんかちょっとしたプレゼントとかにもらったら、ね、いや、すげー最高。あれ、申し訳ありません。どうした、今までポイントを同じじゃないで換算してありましたが、この度、はい、同じであるということが判明しました。あ、同じ。申し訳ございません。同じって何。ちょっと気持ち悪いんだけど、同じって。より分かりやすく言うと、はいはい、同じじゃないじゃないでした。ないないない、申し訳ありません。申し訳ありません。
俺たちがつけてた点数はどんだけ同じかっていう、ね、そう一緒だったら高得点 だからまあいいんですよね。得点はいいんだけど、はい、呼び方は同じじゃないじゃない、うん、ないね。あるいは同じ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 さを競ってたから、そうそうそう、うん、同じさを競ってたから同じじゃなさを競ってるわけじゃないから、同じじゃなさで高得点を出したらそれは、うん、ダメだこんな企画考えたのは企画はまあ別に企画は別に正しいんでしょ企画はあってポイントもあって判断基準が良くなる、ポイント性がね、はい、同じ同じにし同じでした。最初は加藤11同じで、僕が7同じ、うん、俺が4同じ低得点だ、低得点同じじゃないってことだ。加藤さんが1、うん、そっか、うん、OK おかしいなこれ。4同じは何違うなの、うん、4同じは16違う、違うと同じと同じじゃない。どこしよう。なんだろう、違うと同じじゃないはイコール、そう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 、そこはイコールなんだ、そういうことか、同じ単位だった、あ、そうかそうか、はい、というわけでね、うん、分かりましたか、はい、皆さん分かりました、はい、同じね、ほんと同じ、統一して統一しよう、はいはい、うん、じゃあ私、うん、次いきます。はい、占いがね一緒じゃんと思うのは、はい、芋けんぴ。おー、いや、どうですか、乾きもばっかりだもん。確かに芋けんぴなんだ、芋もね、種類あるし、うん、だから高くしようと思ったら高くなるんですよ、うん、ただ、うん、芋になんかこう甘くのつけたっていうところは一緒。なるほどな、いや、同じなんですよ、芋そのものだったら違いはっきりわかると思う、けんぴにまでしたら、うん、俺らにはもうわからん。なるほど、いや、これ見た目同じだな、ね、マジで、うん、じゃあまずこちらのね、はい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 、お安い方から皆さん、はい、安いましょう、よっしゃよっしゃよっしゃ、うまそう、はい、うん、こうね、細い方がうまいですよね、これね、いただきます、はい、うん、うまーい、うん、まあ、はい、これですよ、うまーい、なんなの、中ないぐらい、うん、美味しい、全然うまいね、うん、芋の味もするし、カリカリ、うん、これを5倍超えるか、え、うまくね、これ全然うまい、ちゃんとうまいですね、しっとりしてるし、これ出るわ、同じ出るでしょう、これ予感するでしょう、予感がする、頼む、同じな、5倍の値段します、よっしゃー、ほんとか、俺は同じだ、いただきます、いただきます、うん、あら、あれ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 、うめえ、うん、うまい、あれうまいが、これうまいが、すごいか、これ、うん、ちょっと待って、うまいが、中がない、うまいが、あれ違うか、うん、うんうんうん、ちょ、こっち、こっちもう一回、すまん、じゃあまあ、うん、うまいけど、あれ5さじあれすごい、これはすごい、永田さん、これね、あれうわ、あれ、これやってるかも、これまたなんかやっちゃった、正解同じ、正解同じ、正解同じ、あれじゃあ同じじゃねえか、いや、違うんだけど、違うよね、その明らかに値段で違うみたいな感じじゃないよね、でもさ、これ何これ、まあ食感こっちの方が軽いよね、カリッ、そうそう、なんかちょっと太いとかちょっと甘いとか、それぐらいのなんか、じゃあ採点の方、はい、はい、お願いします、うん、せーの、はい、おお、あ、ええ、え、これ19は19同じ、すごいじゃん、同じってことじゃん、もうほぼほぼ、うん、モンスター同じ、お、来た、出た、モンスター同じ、モンスター同じ、さよなら同じ、怪物級、モーナ、モーナ、モーナ、これはモンスター同じかもしれない、これすごい、いや、これは同じだ、同じだ、微妙にこっちの方が歯触りというか、硬、うん、さとかもがちょっとまあいいかな、それ作ってるとか違うから、ただぐらい、これは変わらんな、どっちが高いって聞かれても分かんない、分かんないかも、そうだね。かやっちゃったね、これはやってる、これはでもこっちが頑張ったうますぎたもん、そうそう、うまい、なるほどね、最初食った時めっちゃうまくて、ね、うますぎる、そのめっちゃ甘いとかでもないしね、うん、ありがとうございます、え、これはね、ブランド、すいません、いや、美味しいです、美味しいです、本当に美味しいですけど、同じか、美味しい、特定もやめてくださいよ、美味しいのは間違いない、お願いします、今日違うで、その高級品の方持ち上げる、やっぱり、ね、そうそう、やっぱり高いのっていいんすね、それ見切りをね、経由会かと思ったとんでもないところにだわ、怖いな、やっちゃったな、怖い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 、
はい、うんうん、だしもね、うん、できたんですけど、うん、みんなちょっと乾きもんばっか選びすぎ、味の薄いものとか、うん、そういうものだったらまあ同じだろうって判断だと思うんですけど、うんうん、私は肉、それ肉は違う、この高級があるじゃん、ね、肉は普通違うんですけど、調理法によっては同じなんじゃないかなと。調理法、そう、特にあんまり質の良くない肉を美味しく食べる知恵として作られた料理だったら、うんうんうん、いい肉使ってようが悪い肉だろうが、もう均一同じにするための知恵なんだから。同じにするための知恵、そういうことなので持ってきました。コンビーフ、あー、これは牛肉のミンチみたいなのを塩漬けにして缶詰にして長期保存できるようにして、どんな肉でもこうしちゃったら同じな気がするんですよね。あー、そうかな、そんなことないよ。ちなみに値段はどんくらい違うの？高いです、はい、値段はこれがまあ、有名なコンビーフでだいたい400円ぐらい、まあ高いよね、結構ね、うまいよね、うん、で、高い方はそれの3倍ぐらい、高い、高いね、1000いくら、もう1000いくらする、あー、違うわけないよ、まあ、違うんじゃん、高い方、うん、はい、こちらです。え、1000いくら、あ、同じだな、同じだよ、同じだよ、全然同じじゃん、あ、でちょっと違う、まあ、ちょっと見た目はね、そんな変わらないんですけど、色合いというか、ここに開けた時に、はい、こっちは結構力を込めてほぐさないといけないから、こっちはもう、あ、ほろりか、はらり、違う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 、ちょっとね、不穏です、ね、マジ、不穏なのか、でも味同じでしょ、強い、いきますか、はい、いただきます、いただきます、あー、うまい、うめぇ、知ってる知ってる、結構塩味がね、しみじみうまい、うん、あー、うまい、うまみがすごいね、やっぱり、いいな、ビール飲みてぇうまいね、拷問ですよなんだこいつ安い拷問贅沢すぎる、おいしい、まあまあうまいでしょう、まあ、まあ、美味しいですね、ね、じゃあ高い方あります、味だと思うんだよな、これを超えちゃうような感じあんのかな、高くても、ね、じゃあ高い方、はい、いただきます、いただきます、あ、違うわ、違うわ全然違う、おい、なんならこれなんか切り方すら違うね、うん、全然違う、肉が残ってる部分もある、全然違う、うますぎるじゃねえか、うま、ん、みの量が全然違う、じゃねえ、うますぎるわ、うま、めちゃくちゃうめえ、ちょうど3倍の値段の味がするわ、うん、いや、うまいわ、うま、なんかあとやだみもないというか、うんうんうん、すごいね、牛肉のうまさだけが強調されてる、うん、コクが強いというかね、肉感ちゃんと強くなったよね、うま、こっちはこっちの良さあるけどね、うん、ビーフっぽい、こっちはポップだね、なんかね、味が、うま、うま、うま、これせーの、はい、うわー、これはもう全然違う、全然違いました、全然違いましたね、これ、うん、いやー、そしたらブランドちょっと発表しますか、このね、高い方のコンビーフはこちらでした、うんうん、プレミアムコンビーフ、あら、あら、あら、まあ、ね、名前がもうそのものだね、1000円以上したんですけど、これ一缶、これが一缶、一缶1000円なすごいね、でも実際うまい、めちゃくちゃ美味しいわ、うまいね、これマジで、これとさっきでさ、こういやもう舐めるよ、ちび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 縦とかにしてね、そんで窓まり見てなんでなんでなんでどうか女の子たちの可愛い窓まりなんで、それだけでいいぜ、それだけでいいわ、救命の一番いいかもしれない、うまいわ、美味しすぎこれ最高、すげーうまい、めっちゃうまいわ、ただ違ったら今回ダメなんです、ダメなんですね、残念、まあでもこっちの方ね、3つぐらい買った方がいいような気もしちゃうよね、まあ確かにね、そういう時もある、美味しいしね、そうそうそう、適当に食べたい気がする、安くはいけないね、いけない、もらったら嬉しい感じだね、これうめえわマジで、うまい、うまい、はい、というわけで、はい、ね、うん、食べましたけど、うん、結果発表いきますか、はい、はい、優勝は、うん、なげた、あ、優勝と場合ってなんだっけ、同じってこと、同じ、違う、あ、同じ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 をいっぱい集めたから、はいはい、味一緒じゃん、王になりました、王じゃん、おめでとう、あ、すごいやつ、
すごいね。同じだった、同じだった、ね、お元気は同じだったのに紹介できない。すごい、すごいモヤモヤした感じ。迷惑。あのモヤモヤを出すのが正解。あと一応言っときますけど、うん、全部の芋けんぴがそうであるという主張ではありませんので。なあ、すげえ張るな。逃げる、逃げる。守り、守り、守り。勝った人間が一番守らない。ね、面倒くさいな。爽快感がない。なんなんだ。ちょっとやっぱちゃんと美味しいもの、美味しいと紹介した方がいいかも。そうね、そっちを競った方がいいね。気持ちいいもん。じゃあこの企画は二度とやりません、うん、はい、というわけで皆さんもね、はい、あの高級品を買ったまに買って、うん、そうですね、全然違うじゃんと言ってください。基本違います。基本違います。ちゃんと美味しい、すごく美味しいねと言ってください、うん、ありがとう。いい海苔を使うっていうのはいいね、うん、豊かだよね。豊かな、いい店だと。しかも直前に炙ったりとかして、うん、あーいいね、いいね、そば、うん、うん、全然さっぱりしてる、こっちの方が、うん、うまっ。安い方、安いのうまいけどね。うまいね、うまっ。海苔安くねえしな、コンビ普通は高い。日本円がちゃんと高いから、これだけでいけるな、ね、うん、ナッツうまっ。ナッツうまいな、ナッツもうまいな、これ。